宇宙開発が盛んな時代、スペースコロニーで何不自由なく暮らしていた私たち7人と1匹は、修学旅行に出発したその日に宇宙の嵐に遭い、見知らぬ惑星に流れ着いた。そして私たちのサバイバルが始まった。この空が、この風が、この色が、もし消えてしまったら、僕らは、僕らはどうなってしまうんだろう。この海が、この星が、この夢が、この時が途切れてしまわぬように、旅立ちだ、悩んでる暇などない、無限に広がる未来に向かって、駆け出したあの日話のままで、信じていたい変わらない愛たちを、シンゴ、どうかしたの？シンゴ！え、まあ、なんでもないよ。そう。そろそろ終わりにしましょうか。そうだな、今日はだいぶはかどった。私、東の森へ行ってみようと思う。東の森？ええ。なんでそこへ行きたいんだ？まだ行ったことないし、それに、うん、声が聞こえたの。またそれか。オオトカゲに襲われた時にも聞こえて、ずっと気になっていたんだけど、今度は来てくれって言ってるような気がしたの。いいじゃないか、探検しに行こうぜ。
いいえ、私一人で行くわ。一人では危険だ。行くなら何人かで行った方がいい。私は怖いわ。どんな恐ろしい生き物が襲ってくるかもわからないし。弱虫は留守番してたらいいさ。ほならお前も留守番やな。僕は弱虫なんかじゃない。ああ。どの道調査は必要だな。僕が行く。俺も行くよ。ベルが言ってくれるなら安心ね。どういう意味だよ。そういう意味や。何？東の森は深い。イカダを作って川から行けないか。うん、竹を使えば簡単に作れそうだ。ありがとう、みんな。気がついたか？疲れてるようだな。ゆっくり休んでくれ。あれ、おかしいな。よし、もう一回。明日早めに行って点検してみよう。そうしましょう。お。ダメか。やおかえり。ただいま弓できたのね。あまり出来が良くなかったかな。気をつけてね。怖い生き物と出会ったらすぐに逃げてね。うん、そうする。明日には必ず帰ってくるわ。それまでみんなをお願いね。ああ、わかった。それから、慎吾のこともお願いね。ん？そういや、あいつだけ見送りに来てないな。きっと疲れているのよ。昨日も具合悪かったみたいだし。わかった、なるべく声をかけるようにする。うん、じゃあ行ってきます。よし、出せ、ベル。ルナ、無理したらあかんで。行ってらっしゃい。行って
これ最後だな。シンゴ、どこへ行くんだ？ああ、ちょっとシャトルへ。今日は休んでいた方がいいんじゃないのか？通信機を取りに行きたいんだ。もう治らないんじゃなかったのか？もう一度チャレンジしたいんだ。救難信号を出さないといつまで経っても帰れないからね。待て、一人で行くのは危険だ。大丈夫、何かあったらその時はその時さ。シャーラ、あとは頼む。聞こえない？あ？また例の変な声か？違う。この音は滝だ！なんだと？嬉しいよ、ルナ。可愛い刺繍だ。ルナ、バカよせ！ありがとう、ルナ。じゃーん、ケーキやで。チャコと二人で作ったんだ。おお、これは美味しそうだな。それからこれ、いつもみんなが一緒にいられるように刺繍したんだ。このリュックはね、お母さんから誕生日にプレゼントされたものなんだ。だけど今日からはお母さんとルナ二人からの誕生日プレゼントになったよ。うん、うちもうちも。そうだな、二人ともありがとう。いろいろと思い出の詰まったこの部屋ともお別れやな。うん、お父さんお母さん、この部屋とはさよならするけど、必ずまた帰ってくるからね。お父さん、お母さん、待って！ルナ、大丈夫か？
私たち、あの滝を落ちて。リュックは？ここにあるよ。ほら。運よく岩に引っかかっていたんだ。よかった。よっぽど大事なリュックのようだね。ありがとう、ベル。ここは？なんて大きい森なの？なんなんだこの森。わからない。何もかもデカすぎだぞ。とりあえずもう少し川沿いに行ってみましょう。うん。まだ行くつもりか？ええ。お前ら何とも思わないのか？どんな化け物が出てくるかわからないんだぞ。そうかもしれないけど。じゃあハワードはここで待ってるかい？なに、お前僕が怖がってると思ってるな。いや、そういうわけじゃ。よし、じゃあ出発だ。行くぞ。それにしてもでかい木だなあ。今のはカブトムシ？こっちにも。気味が悪いな。うわ、この森では昆虫も大きいんだ。うん、待てよ。ってことはまたでかい動物もいるのか。おい、まさか。
ここなら安全そうね。うん。巨大昆虫の次は巨大イノシシかよ。この森絶対変だ。確かにそうね。それに崖を飛び降りる時も体が軽くなったような気がした。うん、俺もそう思った。何がどうなってんだよこの森は。そうだハワード、これ危うくイノシシの前に置き去りにしてしまうとこだったよ。余計なことハワード、そんな言い方ないでしょ。お前ら心の中では僕のこと弱虫だと思ってるんだろう。そんなことはっ、どうせ僕は弓もまともに引けない弱虫だよ。ともかくもうすぐ暗くなるわ。今日はこの近くで野宿できる場所を探しましょう。うん。ただいま。お帰りなさい。通信機か。うちも手伝うか。一人でやる。ん？この森の奥に何か答えがあるのかしら。東の森って私たちの想像を超えたところだったわ。せやな、でっかい木あるし巨大化け物出るし生きた心地がせえへん。でもあの声が私を呼ぶ限り行かなきゃいけない気がするの。その声の持ち主がおるとこってどこやろな。待ってて、必ずたどり着いてみせるから。次回、何もかもが大きな森。